で出ました。ここは、よ、一宮市、変な地名ランキング、堂々の絶対第一、免受ですね。これはね、手ですね。手に受けるって書いてある、それで免受帳。これはね、全国トップクラスにね、変わった地名ですからね。漢字見て全く読めませんでしたもんね。手受け帳とか、そんな風に読んでましたもんね。免受ってどこってね。だから免受帳やんって言われても、うんってなるっていうね。そんなところです。さあ、免受のところから、そんと行くと、もうここからは高速乗っちゃいます。一応まあ裏技としてはここからもうちょっと先まで粘る方法もありってあり、席の方まで抜けちゃうとかっていう手もありっちゃありなんでしょうけども、ここからで一応ちょっと高速乗って一回ちょっとサービスエリア休もう。まだまだ長いよね。鉄道系企画というのにこの車に乗ってる時間の長いこと長いこと免受北川だ。やっぱメール的なメールのこれ分かってねってなるのか。そうなの、これ曲がってねになるんだな。よいしょー、あ、しまった、こっち走ったらあかんじゃん。え、俺をふっと走ったけど、ダメじゃん。そろそろ、右車線寄っとかんと。ああ。立ち向かいの上走ってるのはもう東海北陸自動車道なんですけどね。インターハイの時は、お、はい、ここだったよな。早すぎたー、早すぎたー、俺早すぎたー、一歩早かった、ポルポル。何やってね。ああ。行けるか、行けたか。そうですね。左曲がれるかな。よいしょ。こっちのがいいや。いや、バローまで来ちゃったよ。何やってね。はい、バローエディオンがあって、ここね。もう、逆言うほど来たことがある。もう見えてた。八幡交番見えちゃった。あ、ここはね、八人渡りで、これ山渡ってじゃなくて、ね、八幡なんですよね。で、そう、ここ金製で来たのよね。そう、この金製も気になってるでしょ。ここに、今、バローがあって、その横に、金製があるんですけど、実は、これ、倉庫を挟んだ、こっちの向かい側にね、何を隠そう。ここにあるのは、旧金製八幡店。
今は春楽船、一宮八幡店になってますけどね、ここがね。ここ元カネセで、今もカネセグループが経営しているところで、このカネセとバローの、がバチクソ捉え合ってね、やってるところの間になんかスーパーができたのがなんとカネセっていうね、なんなんだこれっていうね、カオスにも程があるっていうところなんですけどね。ちなみにここからね、すごく、だから別にここからまっすぐ行けば普通に一宮の方に、はい、あの、駅の方来るんです。あれなんですけどね、から行った方のまあまあ、そうか、結局中心においで作ってありますからね。そう、雲の巣状なんでね。うん。まあ、間違えたな。下にもぐるっと回るよりも。はい、はい、おとなしく入りますよ。えい。あっ、キシミスったな。ああ。ちなみに西一宮駅はこの辺りかな。やってんな、やらかしてんな、もういいのに来いねん、ああっていう感じでね、ここら辺まで仕事でやっとるんだって、もうまた掘るんだよ。こんな感じでこう道がね、全体的にくるくるくるっとね、回り込む構造になってるっていうのが特徴なんでね。だから、インター乗るんだったら、で、このまま行くとダメで、名神の乗り口になるから、おぉ、左だろ？よぉ。よしよしよし。よし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 。あ、ここなんだな。そこのところは、業務用品とか、あとかつみつとか、あったりするんだけど、しょ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 。あよあそでね、あいや、聞くともいいことくるやん。インターだとあそこちょっと分かっても分かったのか。まあいいや。で、これで、あっちの道だろ。え、一年目はもう言うて栄えてますからね。うん。だいたい岡崎とほぼ一緒ぐらいの規模なんですよね。ただこっちの方のが、一宮の方が、名古屋に近い分、ちょっとデッドカタウン感は強いかなっていう気はしますけど。ちょっと店が変わってんな、この辺り。あ、これ、ちょっと建物が変わってんな。新しい建物になってんな。左に曲がるのも、やぶさかではないはずだ。あ、これ、左に行って、これで微細の方に抜けたくやってたもんな。よし。そう、さっき走っとったのが、おこし街道の方なんで、このギュギュギュといったら、これで、アンパチの方に抜けてく道の方に入ってくれるはずだから、だよな、音がだもんな、だよな。これまっすぐ行っちゃったら、今井線の方まで行っちゃうもんな。だよな。あれ、宮西か？あれあやん大丈夫かな、これ一宮市民、あ、いる、そりゃリスナーでいるらしいんだよな、一宮市民が、まあ、知り合いなんだけど、友達なんだけど、なんか見てくれてるらしいんで最近。やべえなー。